はい、沼の松田です。今回はバックハンドのショートクロスの、打ち方を説明します。まずフォアと同様走りながらですが、バックの形の前は絶対に体を開いたらダメです。体を開いてしまうと必ずボールは流れてしまいますので、スイングをしながら体が開かないようにしっかりと左手を後ろに張ってください。